アイテム番号 SCP-113JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-113JP とその卵は無菌培養した上で湿らせた脱脂綿とともに強化アクリル容器に入れ低温保管庫に置かれます。収容室には二重エアロック微粒子ろ過フィルター加湿器を備えています。ろ過フィルターは定期的に交換してください。 SCP-113JP と直接関わる職員はレベル4バイオハザードスーツを着用する必要があります。財団情報部は一般社会での SCP-113JP 感染事例を監視し、事案発生時は機動部隊、U-16、キツツキが SCP-113JP と SCP-113JP 位置を確保してください。その後該当区域への殺虫剤散布と、下水処理施設でのろ過作業、および電流処置を行います。該当区域の監視は、最低でも8ヶ月間は維持されます。SCP-113JP 位置はすべてセクター8126の感染者対策病棟で治療し、失敗した場合はタイマー式電流装置により終了した後、レベル4汚染物質として焼却してください。説明。SCP-113JP は、独自の自己防衛能力を持つ、15センチメートルほどの海中に似た寄生生物です。SCP-113JP の卵は乾燥すると微粒子として大気中に散り、呼吸か食物を介して体内へ侵入します。その後主に腸内で孵化、成長し、成体となると単為生殖で大量の卵を産むでしょう。宿主はこの過程で激しい下痢、腸の広範な炎症、疼痛で寝たきりとなり、最終的に全身の機能不全を起こし死亡します。ごく稀に皮膚表面で孵化する場合もあり、その場合は非常に激しい回線とリウマチに似た症状を起こし行動不能になりますが、死亡には至りません。ただし下記で述べる異常性は腸、皮膚どちらに接触した場合でも発現します。SCP-113JP の異常性は、自身が寄生した対象者、以下 SCP-113JP1 を救助しようとする治療者、助言、祈祷、安楽死を行う者を含む、に対し、精神干渉を行う点にあります。SCP-113JP1 は大抵、初期の液疲労性と熱感を理由に病院を受診しますが、対面した治療者は強い恐怖、嫌悪あるいは無関心を示し、治療を拒否します。これはその SCP-113JP の症状の程度について理解するほど深刻になります。このため SCP-113JP1 は未治療のまま放置され、末期状態まで容易に移行するでしょう。また、SCP-113JP1 は他の傷病の治療でも拒否される事例があります。財団が確認した事例の 45% が、他の原因による死亡でした。霊穴に転落した後、救助されず11日後に死亡した男性など、SCP-113JP1 自体はこの精神干渉に影響されず、服薬や病院巡りが可能です。SCP-113JP の卵及び成虫は驚異的な薬剤耐性を持ち、また症状を和らげる方法も現在ありません。そのため初期の治療課題として、SCP-113JP1 自身が外科手術によって患部を取り除く方法しかないことが挙げられます。しかし、大抵の SCP-113JP1 はその決意を固めたとき、実行するだけの体力と技術がありません。財団は様々な方法で治療を行おうとしましたが、これまで実現できたのは SCP-113JP1 の収容と搬送のみです。唯一自己手術に成功したのは財団医師で、重症化する前に症状から原因を突き止め、なおかつ生まれつき痛覚が麻痺していたという特殊な事例のみです。倫理的な配慮から、3人目の SCP-113JP1 実例以降、自己終了用にセンサー式電流装置を導入しています。SCP-113JP は、資金店で突如発生した医療機関の不祥事を調査した際に発見されました。
当初 SCP-113-JT は蚊を媒介にし感染していたため、殺虫剤の噴霧は間接的ながら感染例を減らすことに成功しました。ただし蚊に感染する以前の具体的な起源は全く不明のため、現在の収容手順に関わらず今後大きく流行する可能性はあります。